アダムは、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の伝承によると、創造主、ヤハウェエロヒムによって作られた最初の人間である。ヘブライ語の名の由来は、だが、右から読むヘブライ語としての末尾には、古今の、が位置する。ユダヤ教、イスラム教、マンダ教、バハーイー教では預言者とされている。モーセ書と、旧約聖書に含まれる、創世記では、 第2章と3章でアダムについての物語が語られ、4章と5章でも一部触れられている。エチオピア聖教など、少数の教会における聖典、ヨベル書、エノク書等でも、アダムの生涯が詳細に語られているが、多数派の教会では認められておらず、ユダヤ教とキリスト教との大部分からは聖典でない外典と、みなされている。アダムという語は、ヘブライ語で、 地面を意味するアドマという語の男性形である。この言葉は同時に人間という意味も持つ、かつては個人の名前ではなく全体を表す一般的な名詞として使われていた。創世記でも第1章ではこの言葉は普通名詞として使われているが、第2章、第3章では普通名詞と固有名詞のどちらの意味でも使われているが、第4章25節。 第5章3節以前での使用例では本当に個人名として使われているのか疑わしい。実際英語では第2、3章で明らかに個人を表すときはアダンの代わりにザマンという言葉が使われており、全知史を伴わない用例は見られない。第2章7節ではこの言葉の起源が神は地面の土を使って人間を作ったと説明されている。つまり、 アダムは地面から作られたため、こう呼ばれるようになったのである。第3章19節ではさらに説明的に述べられている。つまり、人間は地面の土から作られ死ぬと、地面の土に帰るではなく、実際にその成分を取り入れるのである。同じような考えが、ラテン語のホモやヒューマネス、キリシア語のパイオタカイシータニューイオタ、ドイツ語のギャム、 英語のグルームなどにも当てはまる。しかし、アダムという言葉の場合は、普通名詞としての意味に先んじて、個人の名前として使われていたとも見られる。実際ッシリアの王の名前でも、アダムという署名が残っており、中近東では、古くから個人名として珍しくなかったと考えられる。創世紀の中で、人類という意味の普通名詞として使われているのは、アダムが、 全人類の祖先であるという考えを反映している。なお、これ以外に民間語源的な解釈として、原料の土が赤い土だったため、アダムと名付けられたというものが、フラウィウス・ヨセフスのユダヤ古代史に出てくる。最初の人は、アドナイ・エロヒムによってその息吹と土から創造され、エデンの園を耕し守るために置かれた男とされている。そして彼は、 アドナイエロヒムから、そのの木のすべてから取って食べてよい。しかし、ヨしあしの知識の木から食べるな。なぜならお前がそれから食べる日に必ず死ぬと命じられた。その後、アドナイエロヒムは、アダムのあばら骨から女を作って、彼を助ける妻とし、梅を増えよ地に満ちよ、そして、それを征服せよ。また、海の魚を、空の鳥を、地の上を張っている生き物を支配せよと彼らを、 祝福した。その後、アダムは、ヨシアシの知識の木から取った実を妻から与えられて、食べると、二人の目は開かれて、大いのない裸であることを知った。そこで、彼らは彼らの腰のために、一軸の葉を縫い合わせた。しかし、アダムが、アドナイ・エロヒムの一人のようにヨシアシを知る者になった、ことが見つかると、土は呪われ、アダムも土に帰るときまで顔に汗して、 ウバラとアザミの中でパンを食べるように命じられ、そして命の木からも食べて永遠に生きないようにと、エデンの園のの東方に追放された。ミケランジェロによって描かれたシスティーナ礼拝堂天井のフレスコが、創世記には、創造に関する二つの話が収められている。歴史学者や言語学者は、これはヤハウェエ,エロヒム信仰者によるものとエロヒムを信仰する。 死祭によるものの2種類の出典から来ているためだと信じている。紀元前後から6世紀頃に成立したとみられる。死祭による出典によると、エロヒムはすべての生き物と人間を天地創造の最終日6日目に創造したとされる。エロヒムはすべての生物を創造した最後に自分たちの姿に似せて男と女を作って彼らが多くを得られるように祈り、海の魚、 空の鳥、家畜、地のすべての獣、うものを収めるものになるように認じた。紀元前10世紀頃に成立したとみられる、ヤファウェ信仰者による出典によると、ヤファウェは地が乾きなにも生えていない頃に最初にアダムを創造したとされる。ヤファウェは地面の土を使ってアダムの形を作り、花の穴からルーア派を吹き込んだ。ヤファウェはアダムをエデンの園に置き、 ここにあるすべての木の実を食べてもよいが、エデンの園の善悪の知識の木の実だけは、食べると死ぬので決して食べてはならないと命令を下した。ヤファウェは、その後、人間が一人だけでは良くないと考え、ののけと空の鳥を想像し集めて、アダムに、それぞれの名前を付けさせた。しかし、アダムと暮らすにふさわしいものがいなかったので、ヤファウェはアダムを眠らせ、あばら骨を一本取って、 その肋骨からイジャーを作った。この女は、ハバという名前で記述される。その後、ヘビに言われて、イブが、そのイブに言われてアダムが、ヤファウェの命令に背いて、善悪の知識の木の実を食べてしまった。その結果、二人は直ちに自分たちが裸であることに気づき、体を、一軸の歯で隠した。たびたび議論の対象になるが、この時に、アダムに、 ヒゲが生えたと言われている。詩人バイロンによれば、ヒゲは、罪の印である。そして、ヤファウェが、エデンの園を歩いていると、アダムとイブが隠れるのが見えた。神が何をしているのか尋ねると、アダムは自分が裸であるために恐れて、身を隠したと答えた。ヤファウェが、善悪の知識の木の実を食べたのかと尋ねると、アダムはイブだけが食べたと答えた。 これはアダムが犯した最初の罪である。ヤファウェはアダムとイブが生命の木の実を食べ自分たちと同じになることを恐れ、エデンの園を追放され、呪いがかけられた。楽園を追放され、アダムとイブはたくさんの子を設けたが、創世記にはそのうち三人の名前だけが記されている。カイン、アベルとセトである。ヨベル書ではさらにセトの妻となったアズラ。 カインの創世紀によるとアダムは930歳で死んだ。17世紀のアイルランド大主教ジェームズ・アッシャーラの計算によるとアダムは9代目の子孫であるノアが生まれる前に127歳で死んだとされる。これに売ればアダムの生涯はノアの父レメクと少なくとも50年間は重なっていたことになる。またアダムはゴーレムと同様に土の人形に 生命の息吹を吹き込まれて生まれたので、アダムこそが世界で最初の、それも自我を持ったゴーレムであったのではないかと言われている。吉脇によると、イスラエルの失われた獣子族がカナンに入るためにヨルダン川を越えた時代には洪水の水が乾いたアダムシティの位置はまだ知られていたらしい。アダムはカトリック教会、聖教会の典礼にも登場する。 アダムは死後ゴルゴタの丘に葬られたという伝承があり、それを表すものとして、キリストの卓形ズには、彼がかけられた十字架の根本にされ神戸を描くことが多い。イスラム教のクルアーンにおけるアーダムは、もともと出された一滴の聖域であり、それから一回の地となり、さらにアッラーによって形作られたとされる。最初のアラーフの預言者とされ、 禁断の木の実を食べるようアダムを誘惑したのはアーダムの妻であり、アーダムはアラーフをごまかそうとしたが、十分反省した後、アラーフに許されたと述べられている。アーダムとハウアーを誘惑したのはイブリースとされる。これは、楽園を追放されたイブリースから人類への最初の復讐であった。アーダムは最初の人間、最初の預言者であるため、最初のムスリムである。 ともされている。一部のイスラーム神話では、アナークという娘がいたとされる。グノーシス主義オフィス母のバルク書によれば、第2の男性原理エロヒムの天使が、第3の女性原理エデン、またはイスラエルの女性体の部分の土からアダムを作り、エデンが魂を、エロヒムが霊を置いた。バハーイー教ではアダムは歴史上記録が残っている。 最初の神の権限であるとされている。バハーイー教徒は6000年ごとにアダムが生まれ変わり、ムハンマドの時に最高潮を迎えたと信じている。またバハーイーの信仰では、聖書に描かれたアダムとイブの話はアブドゥル・バハーにより説明が加えられて偶話化されたとされている。19世紀にアメリカ合衆国で成立した末日聖徒イエス・キリスト教会では、 アダムと大天使ミカエルを同一視している。ミカエルは人間の誕生以前に楽園でサタンと戦い駆逐している。ミカエルはその後アダムに生まれ変わったとされる。ドゥルーズ派ではアダムとイブは二元的な宇宙の力とみなされ互いを補い合っている。アダムは宇宙の意志をイブは宇宙の精神を体現している。